はいどうも皆さんこんにちは、みぐまです。はい、今回紹介するのはラビットボーイズホビーゾーンカラーっていうわけでね、ラビットボーイズのねホビーゾーンカラーですね。これね、前出た時買ってなくてね、だからこの頃そんなにねいいシリーズだって知らなくて、買ってなかったっていうか知らなかったんだよね。っていうわけでね、早速出してみましょう。まあ、ホームシリーズとかね、いろいろ書いてありますが、まあ、過去にもね、動画何個か撮ってますが、それのホビーゾーンカラーのね、ラビットくんっていうわけでね、こんな感じでね、よいしょ。まあ、説明書ですね。ラビットボードも結構量作ってるので、多分説明書はいつもと同じかなと思いますけどね、こんな感じでパーツと、組み立てのね、難易度が書いてあるのでしょう、今回も。書いてない。入ってないだと。で、こんな感じでね、このホビーゾーンのね限定カラーはいつもオレンジとね黒ベースで、クリアパーツが青っていうのがいつも通りの感じですかね。それから、はい、ホビーゾーンさん限定シールですね。これ貼ったことないんだけどな、せっかくだから貼ったりしてみようかな。もったいなくて貼れてないんだけど、まあね、これ好きなところに貼ってくださいっていうわけで、オリジナルのね配置ができるっていう感じで、じゃあ早速組み立てていきたいと思います。はい、というわけでね、ラビットボイドを組み立て終わりました。こんな感じでですね、ホイホイジュジュジュン、黒がねメインで、青のクリアパーツと、あとオレンジのねアクセントみたいな感じでね、かなり可愛いですね。やっぱこんな感じの色合いが、やっぱこれはいいですね。で、あとね、耳のここにつけるパーツっていうか、これが2種類分付属しているのでね、パーツが余りますが、まあね、いろいろね、ジョイントが共通なのでね、こういうところに、よいしょっと、こういうところにね、こう刺してみたりとかもできますしね、こっちのね、鉄砲、銃の方にもね、こうやって刺したりとかもできますしね、もちろんここのね、耳のところ、外して、こっちをつけて、で、こいつをね、こっちに、つけるよなんていうこともできちゃいますね。ほいほいほい。で、武器をね外してね、このねジョイントパーツはついてるやつなので、こういうところよいしょと刺してね、こうマウントさせるようなこともできます。で、それからね、このねホームシリーズのねいいところですね、まあ、よくね私の動画に何回も登場してくるこのレオボイドくんですね。ちなみにね、レオボイドくんとね、ラビットボイドとかのね、詳しい動画とかはね、また別の動画でも出してますので、今回はね、ちょっと割愛しながらいろいろやっていきますが、このね、ビッグサイズ、レオボイドくんがね、あればね、こういうところをね、外して、よいしょ。このラビットボイドのね、パーツをつけたりとかね、できますしね。よいしょ、よいしょ。急にレオボイドのね、パーツを、よいしょ、ところ空いてる穴のところとかにね、こうつけたりも、穴のところにつけて、なんていうこともできますといいですね。でね、武器もね、もちろん、よいしょ、このラビットボイドについてた武器をレオボイドにね、つけるなんてこともできます。でね、やっぱね、同じねホビーゾーン限定カラーなのでね、色合いのね組み合わせが一緒なのでね、こう並べたりしてもね、かなりねかっこよくね並べることができますしね、クリアパーツの色味なんかも一緒なのでね、付け替えてもね全然いっぱい遊べる感じになるかと思います。ちょっとレオポイドが研ぎ方っていろいろ関節がゆるゆるになってきてしまっている。こんな感じでね、並べてもね、まあ、色合いが一緒なのでね、かなりかっこよく飾れるかと思います。いや、めちゃめちゃいいですね。このフォームシリーズはやっぱりいいですね。ラビットボイドもね、このホビーゾーンから持っていなかったので、ついにね、手に入れることができたので、他のね、ボイドたちと一緒に飾りたいと思います。というわけでね、今回ね、ラビットボイドのね、ホビーゾーンカラーを紹介いたしました。この動画ね、気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。以上、みぐまでした。